何度も登場しておりますが、京都江町の新之助さん、座れて立ち飲み価格の居酒屋さんでございます。でホッケが美味しいと今日、言われてましたので、島ホッケです。美味しいです。これも間違いなく脂が乗っております。この価格でもうこれだけで結構飲めてしまう、非常に美味しい。あ、これで炭火で焼いてあるから、ね、香ばしくて美味しいんですよね。串カツもあります。これ値段書いてませんけど、アスパラとか、エビとかも、非常に安い値段で、やったと思います。でこれなんですよ、作り盛りこれで780円すごくないですか。これこんだけ持ってやって、で中央市場から卸されているという。で今日の目的はこれです。松茸とハモの土瓶蒸しです。これほんまに土瓶蒸し、この贅沢なのが580円でいいんだろうかということでございますが、食べ方がまずはじめにスープを吸って飲んで、で、このすだちをかけて飲んで、で蓋を開けて、松茸、ハモをいただくというようなことです。もう季節ももうそろそろ終わりそうなので、食べるなら今のうちかと思います。それではまた明日です。ありがとうございます。